皆さんこんにちは。俳優の加賀武さんは1972年に劇団四季に入団しました。すると同劇団代表の浅利慶太さんにすぐに見初められ、ミュージカル俳優としてトップスターになりました。劇団四季退団以降はミュージカルにも出演しながら、映画やテレビドラマで個性派俳優として知られるようになります。加賀武さんは2023年に73歳になります。今回はそんな加賀武さんのこれまでの経歴や現在の状況について深掘りしてみたいと思います。加賀武さんは本名を勝田茂勝と言い、1950年10月12日生まれ、石川県金沢市の出身です。日本を代表するミュージカルスターの加賀武さんですが、現在脳梗塞の病気で引退してしまったのではないかという噂があります。結論を先に言うと、脳梗塞になったという事実はなく、引退もしていません。現に2022年にも精力的にドラマに出演しています。さらに噂を調べてみると、脳梗塞ではなく認知症になってしまったという噂もありました。もちろん認知症にもなってはいないのですが、その噂の発端となった出来事がありました。加賀武さんは2014年3月に日生劇場にて上演されたラブネバーダイで市村正樹さんとダブルキャストで主演を務めました。ラブネバーダイはオペラ座の怪人の続編として作られたミュージカル作品です。加賀武さんは先ほども触れましたが、劇団四季の看板俳優になるほど有名なミュージカルスターです。もちろん観客は加賀武さんの歌声を期待していました。ところが加賀武さんの声が出ていなかった、歌詞を忘れて沈黙していた、歩き方もヨロヨロとしていたといった評価を受けてしまいました。そんな中、体調不良で一時降板というニュースが流れたため、認知症になってしまったのではないかと噂が広まってしまったのです。認知症までは行き過ぎだと思いますが、何かしらの病気にかかったのではないかと心配する声が多く寄せられていました。実際には5公演を休んだだけで舞台には復帰しています。当時加賀武さんは64歳でした。年齢的にも体調が思わしくないこともあるでしょう。その後も2015年にはデスノートザミュージカル、2018年には生きるなどでも舞台に出演しています。またドラマや映画にも変わらず出演しているので、病気で引退したという噂はデタラメです。実は加賀武さんは俳優になるつもりはなく、クラシック歌手になりたいと思い歌を勉強していました。ですが1972年に友人が劇団四季のオーディションを受ける際に誘われ、軽い気持ちで受けてみたところ合格しました。劇団四季入団当時、加賀武さんは22歳でした。入団翌年にはいきなり、ジーザスクライストイコールスーパースターの主役に抜擢されました。加賀武という芸名も、劇団四季代表として有名な浅利慶太さん直々に名付けられたことを考えると、いかに加賀武さんが期待されていたかがわかります。その後も劇団四季の看板俳優として、ウエストサイド物語、ブレーメンの音楽隊、ベニスの商人、格好の巣を越えてなど多数のミュージカル作品に出演しました。端正な顔立ちと長身のスタイル、そして何よりも素晴らしい歌唱力を武器に、ミュージカル俳優として確固たる地位を築き上げました。そして1979年、29歳で劇団四季から退団しました。それ以降は舞台はもちろん、ドラマや映画に個性派俳優として出演し、バラエティ番組などでも楽しい性格を前面に出して人気を博しました。劇団四季にいた頃はそんなにギャラは高くなかったと思われます。主役を務めてもよくて1ステージ10万円前後と言われています。ですが劇団四季を退団して以降、加賀武さんのミュージカル出演によるギャラは1ステージ40万円はあるだろうと言われています。2020年に行われたミュージカル生きるの再演は市村正親さんとのダブルキャストで行われ、加賀武さんの出演回数は19回でした。1ステージ40万円だとしても1つのミュージカル作品だけで760万円です。これに付随してプロモーションの一環としてテレビ番組などに出演したり、取材に応えたりといった仕事もあります。70代になり舞台出演を減らしていても、
年収はうに1000万円以上はあるでしょう。体調不良が伝えられた時期もありましたが、今でも現役でミュージカルや映画に出演しています。これからも元気に様々な作品で素晴らしい歌声を届けてほしいと思います。加賀健さんには一人息子がいるようですが、ネットで検索すると死亡、事故死といったワードが検出されます。息子さんが死亡したという噂の真相について調べてみました。加賀健さんには一人息子がおり、2023年で41歳になるそうです。事故死というワードが検出されますが、そのような事実はなく、ガセネタである可能性が高そうです。息子さんは一般の方のようなので、残念ながら詳しい情報や顔写真等は見つかりませんでした。なぜこのような噂が流れたのかも不明です。加賀健さんはいつ頃かは不明ですが、元フライトアテンダントの方と結婚しています。とはいえ、お二人は飛行機の中ではなく、高校2年生の時、加賀健さんが通っていた高校に奥様が転校してきたことで知り合ったそうです。奥様は校内でも有名な美人だったといいます。加賀健さんはプライベートをほとんど明かしていないため、いつ頃から交際され、どのような経緯で結婚に至ったかは不明です。しかし奥様との間には1982年頃に男の子が一人誕生しているようです。前述の通り、息子さんは情報がないことから芸能人ではないようです。そんな加賀健さんですが、2017年、上戸彩さん似の美女との密会が写真週刊誌フライデーで報じられています。フライデーによると、加賀健さんは東京西麻布の高級寿司店から30代前半の女性と共に出てくると、寄り添うように大通りまで歩き、タクシーを止めたそうです。そこで一旦タクシーに女性を乗せると、加賀健さんは別のタクシーで夜の街へと出かけ、それから約5時間後の深夜2時、西新宿で再びこの女性と合流しました。中華料理店で飲み直した後、コンビニに立ち寄って路地裏へ行くと、腕組みをしながら相合い傘で西新宿駅に近いホテルへ消えていったとのことでした。お二人が入ったホテルは一般的なビジネスホテルだったそうですが、加賀健さんは気にすることなくエレベーターに乗り込んだそうです。ただ加賀健さんは家庭がある身のはずです。そこでフライデーの記者がこの女性との関係を聞くべく飲みに出かけた加賀健さんを直撃しました。加賀健さんにホテルへ行った女性との関係を尋ねると、いや、私離婚してますからと言い、鉄板焼き屋へと入っていったそうです。某芸能関係者によると、加賀健さんは数年前に離婚していたとのことです。ちなみに加賀健さんは2017年10月31日主演ミュージカルラカージュ・オ・フォールの会見に出席した際、報道陣からフライデーの記事についての質問が飛びました。離婚した後の出会いはあるのかどうか聞かれると、加賀健さんはそれはないねとあっさりと否定したそうです。家族は大事だけど、僕の場合は離婚があって一人で気楽かなという気持ちだと述べています。考える時間も持つことができるので独身の方が良いようです。某関係者の話によると、2017年10月上旬、加賀健さんのシークレットバースデーパーティーが六本木で開かれたそうです。モデルやグラビアタレントなども大勢やってきて、ご機嫌の加賀健さんは気に入った子に話しかけるなど、相変わらずの肉食ぶりを見せていたといいます。このパーティーを主催した人物は大手の出版社 S の男性編集者だったそうです。現在は一人の女性と真剣交際というよりは独身生活を謳歌されているのかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は加賀健さんのこれまでの経歴や現在の状況について見てきました。個性派俳優として活躍している加賀健さんですが、最近白髪が増えた印象を受けます。また老化を著しく外見から感じられたため、認知症を患っているとの変な噂も流れました。元気に第一線で活躍していることからも、病気の心配は今のところないようです。ミュージカル俳優として唯一無二の存在です。体調に留意しながら、ますますのご活躍を楽しみにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、
チャンネル登録、高評価をお願いします。